はい、始まりましたセロ旅です。見てください、なんかねどんよりしてます。なんかねいつ雨が降ってもおかしくないようなそんな空模様ですね。天気予報ではね今日は曇りということで雨マークはついてなかったんですけどね、今日はお休みでね雨が降ってない限りはちょっとバイクに乗っとこうかなと思いまして、なんでか言うとね梅雨入りはしてるんですけどね、まだ今日7月の9日現在で梅雨明け宣言は出てません。で週間天気予報を見てるとねなんかねまた雨が続くみたいな予報なんですよ。なのでせっかくね休みの日に雨が降ってないので走っとこうかなと思いましてね。でお腹も空いてるんでねどっかで飯でも食おうかなと思います。で飯なんですけどねなんかね無性にラーメンが食いたいんですよね。でどこのラーメン屋行こうかなと思ったんですけどどうしようかな。そうそうこの間ね7月7日東京都知事選でしたね、まあ僕は大阪在住なんで全く関係ないんですけどやっぱり小池さんでしたね。人気あるんやな。僕としてはね石丸さんをちょっと応援しとったんですけど あくまでも部外者なんでね何の応援もできませんでしたけど。ということでもうお昼はとっくに過ぎております。時刻はねもう1時10分ですね。これはやばい、通りで腹減ってるはずや。まあそんなこんなで現在国道163号線木津方面に向かって走っております。今日もね元気に安全運転で行ってみましょう。空とはいえねむしっと暑いですね。さっきね道路の温度計見たら33度でした。結構きついですわ。バイク乗らない人はねなんかバイクって涼しそうって思うんですけどそうでもないんですよ。こんな感じでねトロ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 走ってるともう暑くて暑くて、これで渋滞でもね捕まってしまうともう車から出るあの熱風言うんですか、ドライバーさんはねクーラーの効いた車の中でのほほんとされてるやろうけど、車がクーラー使ったりエンジン回しっぱなしにしてるとね熱風がすごいんですよ。それをねまともに受けるのがバイクですわ。それがねとても辛いかといってね、そしたら車乗りゃええやんって思われるかもしれんけど、やっぱしね、バイクに乗りたいんですよね。はい、ということで今からね、お昼ご飯としてラーメンを食べに行きます。で、今日向かってるところは、無鉄砲総本店さんっていうところですね。で、ここはね、大昔に一回行ってるんですよ。確かね開店した時ぐらいに一回行ってるんです。今はね YouTube 配信やってるんですけど、その前は私ねブログやってたんですよ。 Yahoo ブログで、 Yahoo ブログがなくなってしばらくアメーバーブログに移行しとったんですけども、もうそれもやめて YouTube に変えたんですわ。Yahoo ブログ時代に一回記事に上げてますね、それぐらい昔ですわ。確かねものすごいその時は人気で、確か行列待って入ったような記憶があるんです。でカウンターが結構狭かったようなイメージがありますね。どうなってたかちょっと定かではありませんけどね、まあ久々にそこへ行ってみようかなと思います。なんせねラーメンが食いたい。さあ
ね、間もなく到着ですね。ラーメン無鉄砲総本店さん。まあ総本店っていうぐらいやから、ひょっとしたらチェーン展開してはんのかな。僕ちょっとね、あんまり詳しくないんでわかんないですけど、総本店っていうぐらいやから、なんとか店なんとか店っていうのがあんのかもわかりませんね。まあ空いてればいいんですけどね、混んでたらちょっと考えちゃうかも。はい、見えてきました、無鉄砲総本店さんですね。いやー、どうなんやろ。よいしょ。はい、到着です。バイク置き場はね、こんな感じで止めれますんでね、行きます。無鉄砲総本店でしたね。では行きます。いやー、美味しかったです。お世辞抜きで美味しかったです。僕ね、食べたん醤油ラーメンなんですけども、まあ実際ね、豚骨の方がメインみたいですけどね、僕ね豚骨嫌いじゃないんですけど、豚骨食べるとね、後でちょっとお腹の調子悪なる時が多いんですよ。
脂っこすぎるというか。で、醤油ラーメンにしたんですけど、めちゃめちゃ美味しかったです。もうほんま忖度なしですね。おすすめできます。で、総本店っていうだけあって、他に大阪店っていうのもあるみたいですね。いやー、久々に美味しいラーメン食べた気がしました。で、やっぱりね、僕が前食べた時のイメージですね。カウンターで、なんかちょっとこう、狭いイメージがあったんですけど、まあまあ、それでも十分食べれるスペースはありますんでね。ぜひぜひおすすめです。まあ本当でしたらね、目的も達成したんで、このまま帰ってもいいんですけど、せっかくね、バイクに乗ってて、雨も降りそうにないんでね、もうちょっとバイクを楽しもうかなと思ってます。はあ、気持ちよか。ということで、今から向かうのは道の駅南山城村ですね。そこでコーヒーでも飲んで、ちょっとのんびりしてから帰ろうかなと思います。現在163号線なんですけども、隣にね、木津川が流れております。だからこの木津川のおかげで結構涼しい風がね、こう体に当たるというか、気温もちょっとだけ下がってるんちゃうかな。やっぱり川沿いの道っていうのは涼しいですよね。はい、道の駅南山城村到着ですね。これ左手です。はい、到着です。よいしょ。はい、道の駅南山城村でした。では帰ります。はい、ということで今回はこの辺で締めたいと思います。このチャンネルね、ちょっとでも面白いと感じていただけたなら、チャンネル登録とそれからグッド評価ですね、これをよろしくお願いいたします。何よりもね、心の励みになります。今回もご視聴いただきありがとうございます。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃね。